BMT アストリア線は、ニューヨーク市地下鉄 B リビジョンの路線で、クイーンズ区内を走っている。アストリアのアストリア、ディートマースブールバード駅から、ロングアイランドシティの39番街駅まで31丁目の、上を走行し、そこから西に曲がって、クイーンズボロプラザ駅に至る路線である。全線で終日 N 系統が運行され、平日には、W 系統も加わる。 デュアルコントラクツで建設された路線のため、1949年まで IRT と BMT が IRT 規格の車両で共同運行していたが、幅広の BMT 規格の車両が入線できるよう、ホームを削る改修工事が行われて、共同運行は取り留めになった。BMT アストリア船内では全列車が各駅停車で運行される。北端のアストリア、 リトマースブールバード駅は、島式ホーム一面二線だが、駅南側で中央に急行線が増える。この急行線は営業運転では使われておらず、同駅折り返しのための渡り線になっている。次のアストリアブールバード駅は三線区間で、唯一の急行停車駅である。続く四駅は、相対式ホーム二面の観光駅である。急行線は十九番がいい駅の南で両側の、 観光線と合流し、西に曲がって、クイーンズボロプラザ駅に到着する。クイーンズボロプラザ駅は2層構造になっており、北高線の列車は、上層、南高線の列車は下層に停車し、IRT、フラッシング線と対面の換えができる。上層の線路には渡り線があり、数少ない BMT、または IND と IRT との接続部の一つになっている。 クイーンズボロプラザ駅を出ると、地下に下って60丁目トンネル連絡線に交流し、60丁目トンネルを通って BMT ブロードウェイ線となり、マンハッタンへ向かう。2000年代初めに、メトロポリタントランスポーテーションオーソリティは、アストリア線をラガーディア空港まで延伸する計画を打ち出したが、地元住民の激しい反対にあい2003年7月に棚上げとなった。 1920年代の交通委員会の研究では、アストリア線を北西に延伸し、ランドールズ島とワーズ島の地上、または地下を通り125丁目に出て、マンハッタンに至る路線とする案があった。これはおおむね現在のトライボロー橋の経路と同じで、あるが、またがこの案を復活させるかどうかは不明である。予算縮小のため2010年から、 W 系統の運行は取り留めになり、2010年から2016年までの間は、平日のアストリア船内の運転は、旧系統に置き換えられていた。しかし、IND2 番街線の開業に合わせて、運行系統の見直しが行われて、旧系統は2016年11月7日から57丁目から7番街駅止めに戻され、W 系統は、旧来の、 全区間での運転が復活したウィキメディアコモンズには BMT アストリア i 線に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。